注目いただきましょう。見事7年ぶり日本人得点王に輝きました前田亮一選手です。そして井村選手です。さあそれでは少しずつお話を伺っていきましょう。前田選手、まずはおめでとうございます。どうですか、ご自身は得点を積み重ねてのこの得点王ということですけれども、はい、これはいけるなと思ったのっていつ頃でした？いや、本当最後です。最後の最後、はい、そう、やっぱりでも1試合1試合、あるいは1得点1得点で、貴重なところでの決めたでもありましたけれども、やっぱりそれを積み重ねということで喜びも等しいでしょうか？そうですね、嬉しかったです。嬉しかった、はい。そしてベストイレブンね、はい、今年1年振り返ると、じゃあ前田さんにとっては本当にいい年でした？そうですね、まあはい、そしてイリングロー選手にもお話を伺いましょうか。今年本当に、まあ、今もね鮮烈なデビューという話をしました。ジュビロに来ていきなりから素晴らしいデビューを見せてくれましたよね。イリングロー選手、このジュビロというチームはいかがですか？다들처음보자마자잘해줘가지고너무좋았고또편한상태에서경기를해가지고좋은결과가나왔던것같아요。네選手を含め、ジュビロの皆さん、大変温かく迎えていただいて、大変楽な気持ちで試合に臨むことができました。で、前田選手が今お話したように得点を取りました。イーグル選手から見て、前田選手の凄さ、素晴らしさってどんなところにあると思いますか？너무집중력이좋아서이런데서놓지도않고아마리도주지도가좋대아마このような場でも笑わずに笑ってないもんね、笑ってないね、笑ってない、笑ってない、항상진지해서아이つも真面目に、なので試合の時にすごいと思います。じゃあ同じような質問を前田さんにしてみたい。イーグロー選手の凄さどんなところですか？そうですね、年上みんなの自分ですはい、いじるところ、はい、そんなにいじらんかった？はい、舐められてます。舐められてますあ、そうイーグローさんどうですか、こんなこと言ってますけど、前田さんあ、괜찮습니다。前田さんは득점왕이기때문에그런우승의자격이있어요。前田さんは得点王なので、どんなことを言っても許されると思う。そうだね、だから得点王だからね。ところで、まあ本当にこの2人のツートップというのはね、最強のツートップというふうにも言えると思うんですが、試合中だけじゃなくて、その普段日常生活でもお二人はどうなんですか、仲良く連携プレーを取ったりということあるんですか？いや、そんなあんまり一緒じゃない、はい、あ、そう、あ、뭐시합할때는서로잘맞고서로정말좋은플레이하는데뭐같이볼링을쳐봤는데꼴찌했어요。전혀안돼요。시합중에本当に息が合う素晴らしいプレーをコンビネーションを見せることができるんですけども、一緒にボーリングをしたんですけども、ビリになりました。ボールがいったらしいビリなの、クロちゃん、あ、2人でね、同じ組で同じ組でビリー、ここだと思います。そうっす、はい、ボーリングはあまり得意じゃない。いや、はい、わかった。まああれ手だからね、ね、手がいいじゃないですかね。はい、どうですか前田さん、イングロー選手の中から帰ってきてね、一緒に作ったことということでやってきたんですが、はい、あ、この、まあ、ツートップ、はい、フォワードを組む選手がね、行くのでよかったなと思ったようなところ、どんなところがありますか？いっぱいあります。
おっ、はい、これといって決めれないです。これだけではないけれども、はい、いっぱいある、はい、やっぱりこうすごい選手同士がお互いにこう高め合うと思ったらでしょ。どうですか。はい、はい、分からない。どうですか、三浦選手、ジュニアに入ってきて前田選手と一緒だからこれは良かったなと思うようなところってありますか。その被写体が小さなことがあって、視線が高くなるか、プロジェクトまで強い準備を行うと、シューティングダーゲットに、ザトレーの横から短かったゲット、プロジェクトが強い準備を行うと、そのようにロケで、自分でやるので、自分でやるので、何かがあれば取れます。なんて訳して、困ってるっていうぐらいの感じですけども、あの前田さんは、試合が始まると、恐ろしいような集中力を持って、シュートの場面で本当に集中力が高めたボールを決めます。自分としては前田さんのいい点いっぱい言えるんですけど、多分自分にいい点がないので何も言ってくれないと思っています。そんなことはないよね。ありすぎて、ありすぎて、いっぱいありすぎてほら、すねちゃったじゃん。まあ話を戻しましょうか。今年得点を取ったということで、ますますそのサポーターの皆さんも期待をですね、また前田さんに来シーズンもかかってくると思いますけど、来シーズン、まあ、個人的にも含めチームとしてもそうなんでしょうが、こういうことをやっていきたい、もし行きたいってなんですか。そうですね、得点を、まあ、今年行くのおかげで取れたと思ってて、それ以外のプレーでミスが本当に多かったんで、そういうところをしっかりなくして、もっとチームが勝てるように頑張りたいなと思います。まあ、しかしあれですよね、チームが勝つためにも、チームがより上位に行くためにも、前田さんのゴールっていうのは、ますますやはり求められていくんじゃないでしょうかね。そうですね、はい、頑張ります。黒田選手、どうですか、来シーズンに向けて、今度は僕が取ってやろう、得点を取ってやろうというぐらいのつもりはあるんじゃないですか。もう、特徴は、デジャネで、韓国式のワークが来る、僕が出られる、もう정말좋은경기도하지만또이기는경기를해가지고아쉬운경기가없도록홈경기에서꼭이길수있도록열심히하겠습니다。そうですね、もちろん得点を取りたいという気持ちもあります。また来年はいい試合をすることだけではなくて、今年のような惜しい試合をなくして必ず勝てるような試合をお見せしたいと思います。お二人の活躍で来シーズン、ジュビロのますますの活躍、上位進出と、そして優勝争いということを願ってますので、ぜひ頑張ってください。ありがとうございます。はい。